ベンジーさんってゲームっていつぐらいからなんかバーってやるようになった？3、4年前ぐらい PUBG からっすね。あ、PUBG からなんだ。PUBG から TPS してるんですけど、うん、そうっすね、PUBG からその時にキーボードで WASD で移動を始めて。覚えてみたいな。へぇー。PUBG が歴史変えたもんな。マジっておもろかったっす。PUBG 全盛期なんかめっちゃヤバかったって聞いたんですけど。そうだよ。そんな感じだったんですか？未だに Steam で同節最高ランキングみたいなのをその Steam 公式で見れて。はいはいはい、はい、うん。まだ CSGO とかドタツが70万人とか60万人の時に300万人出したね。今でも多分 PUBG じゃないかな。1位がすか？1位。やば、うん、えぐ、そうなんだ。いや、おもろいもん、あのゲーム。320万とかだったっけな。すごい。いきなり、何倍スコアかももう、わかんねえや。5倍？はいはいはい。えぐすぎ。ずっと1位はドタのイメージだったっすけど、パブ G だったんですね。全然、もうぶっちぎりだね。今でもマジでそうだと思う。調べてみよう。だって、APEX のカスタムより5倍ぐらい、PUBG のカスタムやりたいもんな。そんなになんすね。カスタムモチベーションって言ったら。あ、最高動説って見れないんだな。なんか、今パッと調べてみたけど、多分 PUBG が今でも一番上やね。あの、最高動説は。すげえな、PUBG。なんか2年ぐらい前に CSGO がやっと100万人突破みたいな喜ばしい記事が上がってたけど。200万ってだって倍っすもんね、桁が。300やね、ちなみに。300?すげえな。今でもそれこそモバイルはめっちゃ流行ってんすよね、パブジ。どうなんだろうね、全然知らねえや。なんか、あ、なんか結構地元の友達とかもやってたな、モバイルは。だそう。あ、それつながりで連絡してくる同級生とか結構いるな。え、いるんすか。いるいる。そのモバイルとか、それこそあの荒野行動出たタイミングあったじゃん。はい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 。怖いことの方が PUBG より先だったじゃん、あの、モバイルは。そうですね、モバイルは。うん。そのタイミングとかはマジでめちゃくちゃ連絡来たね、多分。みんな YouTube とかで見たんだと思う。ああ、釈迦さんを。そう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 。いまだに、リア友から連絡来たことないですね。シスコさんだってほら、顔をあんまり、全面には出してないから。まあね、ただ、一個マジレスすると、うん、釈迦さんと初めてその、多分バロの大会出たじゃないですか、CR カップの。うん。あの時にリア友から連絡来ましたね。あの、ツイッターの DM で、うん、僕の本名を、お前もしかして、何々何々って言われて、無視しました。一旦。言ったらバレるよ、今。多分僕のリア友は釈迦さんリスナーですね、多分。間違いなく。ヘリ来てない？ヘリが後ろから来てる。